イブラーヒームクリークトゥブシャーイブラーヒームクリークトゥブシャーはゴールコンダ王国の第四代の王スルターンクリークトゥブシャーのバッシュである彼は1543年間にジャムシードクリークトゥブシャーが父を殺すとビジャヤナガル王国に亡命しその殺生ラーマーラーヤの保護を受け生活を送っていた彼は滞在中にテルグ語習得に熱中し 第二の母国語のように話すことができるまでに達した。1550年ジャムシードが死ぬと、ビジャヤナガルを離れ、その子、スブハーンクリークトゥブシャーを殺し、大いについた。彼はそれまでの王トールが、一個だにしなかった、テルグ語の読み書きを保護、奨励し、そのため、彼の宮廷は、デカン公言中の詩人たちで賑わったと言われている。だが、 かつて保護を受けたビジャヤナガル王国が圧迫してくると、イブラーヒームクリーク・トゥブシャーは、他のムスリム豪王国と同盟し、1565年、ビジャヤナガル王国軍をタワーリー・コータの戦いで撃破した。彼の治世中に、ゴールコンダ要塞はさらに強化された。また、彼は、多くのモスク、学校、旧品院を建設させたことでも知られる。フセイン・サガールのダム建設なども、 彼の功績であり、有能な統治者として、その名を残している。ありがとうございます。